はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、ホームクランからお届けしたいというふうに思うんですけども、本日のテーマはですね、タウンホールの壊し方というところでですね、見てもらいたいというふうに思います。何かっていうと、まあ、以前ですね、突撃艦にイエティ2にバルキリー1を入れて、タウンホールを壊すっていう、まあ、戦術が結構流行ったんですけども、これ、ジョーカーさんかなが命名したイエティセットってやつですよね。まあ、今回はそのイエティセットの最新版って感じですね、の紹介になります。で、4月のアップデートによって、このイエティのですね、タウンホールに与えるダメージが下がっちゃったんですね。まあ、正確に言うと、イエティの、イエティから出てくるミニイエティ、こいつがタウンホールに与えるダメージが下がっちゃってるんですけども、それによって、バルキリープラス、まあ、イエティ2っていうセットでタウンホールの破壊ができなくなっちゃってます。で、今回のこの攻め、まずね、1本目は失敗アタック見てほしいと思ってるんですけども、タウンホールが真ん中にこうありますよね。なんで、これを壊していくのに、突撃艦の中に、イエティ2プラスバルキリー1を入れてるんですが、全然機能しないというところをね、まず見てもらえたらと思います。で、その後に、じゃあ、最新のイエティセットって何なのというところをね、話していきたいというふうに思いますので、本日は合計3本立てというところでね、リプレイご覧いただければというふうに思います。さて、ですね。早速攻めが始まってます。まあ、この序盤のパートはね、あんまり参考になるとこないと思うんですけども、まあ、本番のね、突撃艦が出るまでのところの、まあ、潰しとしてでも見てほしいと思うんですが、まあ、見ながらちょっとね、お話をしていくと、こういう配置ですね、なんで突撃艦使いたくなるのっていうところをちょっとね、説明すると、この周り何もないですよね。このタウンホールの周りって。なんで、ここにですね、ユニットをまず流し込むのが結構難しいんですよ。やろうと思ったと、例えばこのギガホグだったとしたら、こう入れようと思ったら、ここを全部カットして、こっちも全部カットしてってことが必要になりますよね。ここまでやって、この辺までかな。やって、やっとここに到達するわけですよ。でもすごいこれね、アドバンテージ取れないんですね、ユニットの使い方としては。なんで、いっそのことだったら、もうディガホグは、ぐるっとこうね、ごめんなさい。ディガホグは、よいしょ、こっちからぐるっとこうね、回しとった方が、効率的にはいいんですよね。集団になって動きやすいんで。だけど、そうするとじゃあタウンホールがケアできないじゃないかって時に、突撃艦を投げていくっていう方法を、まあ、取るわけなんですけども、ディガホグを展開して、まさに今今回こう回そうとしてますよね。で、突撃艦をこれからタウンホールにぶつけていきます。この突撃艦超注目してほしいんで、ちょっと拡大しますね。拡大して見ていくと、トームをかけて、さあ確実にこれをタウンホールまで届けていきます。これ非常に重要なんですね。黒風船なんかで起こっちゃったらえらい目に遭うので、届けていくんですが、スケルトントラップが2個出てきちゃいました。さあ、フリーズを自前で持ってきたんで、呪文でかけてタウンホールを凍らせて、なんとかホール破壊しようと思ってるんですが、まずイエティがスケルトントラップに捕まる。で、捕まってホール本体殴らないと。で、ミニイエティが一生懸命ホールを殴ってくれましたけども、まあ、さっき冒頭言ったように、ミニエティのタウンホールに対するダメージが下がっちゃってるんで、壊しきれないんですね。で、その後こんな風にね、ビビドなんか投げていっても、なんとなんと、ここで完全に焼かれてしまって全然機能しないバルーンも当然ながら、このタウンホール到達する前に落とされちゃうんですね。なので、タウンホール落とす手段がなくなっちゃって、こんな風に星1で終わると、まあ、いうことになるわけなんですね。なんですけども、これを、どういう風に対処していくか、まあ、それをですね、2本目、3本目の動画で、ご覧いただきたいというふうに思います。で、今私が使ったイエティセットってやつがこれですね。昔使われていたこれ。イエティ ×2 プラスの、バルキリー ×1 ですね。×1 の ×2 と、まあ、こんなようなね、セットになっていくんですが、まあ、これじゃ全然タウンホール落とすには、機能しないよと、まず言う話ですね。はい。ではですね、じゃあ実際に機能するのを見ていこうというふうに思うんですけども、パンセッタさんが今ですね、結構よく使っているこの編成が、個人的にはもう現代版イエティ、セットかなというふうに思います。まあ、もう使ってる人は使ってると思うんですけどね。ですね、やっぱりこういうふうにタウンホールが中央にありますね。こうすると、今まあ見えてるこの範囲内に、このギガインフィールドの起動した瞬間ダメージ与えまくって、秒間300のダメージをゴリゴリ与えてくるんで、しかもかける5体ですね。もうとんでもないわけですよ。早めに潰したいと。なってくると、ここにやっぱユニットを突撃するには、ね、両方のカットをしなきゃいけないっていう意味ですごい非効率なので、突撃艦で狙っていくっていうのがまあ、なんていうかな、コスパのいい方法ですよね。で、編成的には EAT 編成ですね。EAT2 コウモリ、EAT バット。
ってやつですね。まあ、この AT バットもですね、すごい綺麗に決まってるんで、まあ、見てもらいたいところではあるんですが、まあ、それ以上にタンホールの破壊が非常に効率的にいってるので、まあ、そこをね、ちょっと私今回は注目したいと思ってます。で、序盤にしっかりこう、投網かけるっていいですね。投石機とイーグルの着弾っていうのを、まともに食らっちゃうので、ユニットがたくさん残っているうちに投網かけていくことによって、投網の効果を最大化するという形になりますね。で、ここですね、突撃艦をしっかりとタウンフォールに向けて投げていきます。これね、黒風船なんかがあったら怖いんですが、まあそこはヒーラーが通ってるルートを通ってるんで、まあ大丈夫ということでしょうね。さあ、レイジにギリギリ乗っかったイエティと中に入っていたのは見えなかったかもしれませんが、スニークゴブリンです。がね、入ってました。こいつを使っていくんですね。で、こいつを使うと確実にタウンホールが取れます。スニークゴブリンって、まあ当然タウンホールに対するダメージが大きいことに加えて、まあイエティもね、ミニエティがそうは言ってもダメージを与えていってくれる。で、かつですね、なんでこれが おすすめかっていうと、ですね、タウンホールを壊し終わった後に、まあスニークゴブリンは、爆破ダメージ当然やられちゃうんですよ。なんですけども、残ったイエティがミニイエティを放出して、こういうね、周りの施設にこうダメージを与えてくれるんですね。今ここに1個あったのが壊れてますね。こういう風にね。これ。で、こんな風にね、タウンホール壊し終わった後の、ユニットの無駄っていうのが、まあ多少少ないというのがね、このスニークゴブリンプラスイエティの強みかなという風に思います。なんで、これっていうのをですね、ぜひね、今後タウンホールを取るときの、まあ一つの、テンプレートしてね、突撃艦に突っ込まして持ってくっていうのはありかなという風に思いますね。で、別にですね、突撃艦じゃなくって、ウォールバスターでもいいと思うんですよ。いいと思うんですけども、得て増えてっていうところが、まあ、それぞれの投下弊社ではないな、突破兵器にはあって、突撃艦の場合は、スピードが速いので、速くタウンホールに到達するんですが、一方で、黒風船と言われる、まあ、ホーミング爆弾ですね。黒い対空爆弾にやられると、到達する前に起こっちゃうという、まあ、デメリットもあります。一方で、ウォールバスターの場合には、ゆっくり進むんで、タウンホールに到達するまでに時間かかっちゃうんですね。うん、ね、多少タウンホールからの攻撃を受けてしまうというね、まあ、周りの主力ユニットがそれで削られちゃうっていう、まあ、リスクはあるんですけども、確実にタウンホールまで届くっていう点では、まあ、メリットですよね。まあ、この辺を考えながらどっちを使うかっていうのは決めてもらってもいいかなと、まあ、いうふうには思いますが、まあ、パンテッタさん今回ね、2回ともこの突撃艦を使ってますね。中に入ってるのはこれです。これ。イエティ ×2。ここまでは一緒ですね。なんですけども、残った、9枠っていうところを、これスニークゴブリン ×3 にしてるんですね。このセットっていうのが、今後ですね、主流になるイエティセットだと思いますので、ぜひね、覚えておいてもらえたらいいかなというふうに思います。こういうね、タウンホールが中心にあって孤立してる配置には、もうとにかくこういう方法で、一気にタウンホールを落とすっていうことが、やっぱ星2を確実に取ることに加えて、その後のユニットの長生きにつながるんで、もう必須テクニックになってくると思うんですね。なんで、これはもう覚えていく価値ありありの、もう超重要テクニックと思ってね、ぜひ、身につけてもらえたらというふうに思います。これもそうですね。タウンホールがここにあります。周りに施設がないんで、ここにユニットを流し込むのがちょっとだけ大変なんですね。なんですけども、そこをしっかりとパンツテタさんがやっていってるんで見ていってもらいたいんですが、攻めの編成同じです。イエティからのコウモリですね。全く同じ編成で攻めていっていますが、この攻めですね。まぁ、ちょっとね、もうタウンホールのところはさっき2本目でよく見てもらったんで、まぁ、攻め全体を見ながらね、タウンホールにも注目する形を取っていきたいんですが、このグランドホーデと削りがね、すごいんですね。俺ね、正直ね、ここまで削るかっていう風に思いました。びっくりしましたね。まあ、ここまで削るそのグランドホーデの動きを予測するっていう、まあ、その、先読み力もすごいんですけども、まあ、時間かけてそこまでね、ウォーデンパートを、粘れるっていうね、その、なんていうかな、気力、勇気っていうんですかね、にもね、ちょっと正直感服しましたね。時間切れ怖いと思うんですけどね。まあ、ただ、まあ、時間切れっていう意味で言うと、コウモリって割とですね、時間切れのリスク少ないんですよね。コウモリ自身が結構スピードの速いユニットになるので、最後まで生き残るとね、回収をかなりのスピード感を持ってやってくれますから、まあ、コウモリ編成だからこそできるね、この序盤の、グランドウォーデンパートの削りかなというふうにも思いますね。もうすでにこれでだって、1分10秒ぐらい経っちゃってるわけですよね。で、だいぶ削れているんですけども、削りすぎだろっていくぐらい削っていて、ここのね、ウィストを狙ったんですね。ここまで削るというね、すげえなって気がするんですけど、なんでかっていうと、これ削っていくことによって出したイエティが、
こっちに流れますよねっていう、まずイーティのルート作りにつながること。さらに水通ってコウモリの天敵になってくるんで、ここでコウモリがやられないようにするという、まあ、この二つの効果を狙ったと思いますね。すごい。だからって言ってそこまでやるかよって思うんですけど。で、突撃艦ですね。イエティたちの横をかすめるように、タウンホールに向かっていって落ちたところで、もう完全にスニークゴブリンとイエティであっという間にタウンホールを落としてきます。すんごいスピード感ですよね。で、残ったミニイエティたちっていうのが、まあ、こういうですね。クロスボウなんかにチビ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 ですがダメージを与えていってくれると結構これでかいですよね。倒しきれなくてもこれだともうアーチャークイーンが一小突きすれば倒せるぐらいにクロスボウを削られてるので、まあ、ここまでねやっぱ削りをしてくれるっていうのはユニット無駄になったとはまあ言えないレベルの、うん、仕事かなというふうには思いますね。で、むしろね、こういうね、孤立してるタウンホールを、まあ、壊し、なおかつ周りにもダメージ与えられるっていうのはすごい大きなメリットなので、全然ね、こんな感じですね。ロイヤルチャンピオンの今のシールドで一発で壊しましたもんね。クロスボウ。こういう削りができて、かつタウンホールを落とせるというね、この新イエティセット、ぜひ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 ね、活用してもらえたらというふうに思います。何度も言いますけども、タウンホールが孤立している場合っていうのは、そこにユニットを流し込むっていうのはものすごい、コスト面でコスパの悪い方法です。なので、ぜひね、こういう形で、突撃艦を使って壊す。で、その時の編成っていうのはこれですね。これをよく意識してもらえたらというふうに思います。これめちゃくちゃ重要なので、ぜひね、覚えておいてもらえたらなと。というところでございますね。ぜひぜひ、使ってみてください。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いします。ぜひね、皆さんコロナに負けずね、自宅で大変な時間かもしれませんが、一緒にね、楽しみを作りながら頑張っていきたいというふうに思いますので、一緒にクラクラ楽しみながら乗り切っていきましょう。そして関西クラクラクラブでもぜひね、皆さん遊びに来てくれたら嬉しいと思います。お待ちしております。タンホール12から募集してます。というところで、本日を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。